どうも、ボラキーです。今回はアニメの主役、ことぶき屋の北ちゃん開けていきましょう。このフィギュアは、トレーナーが最も多く編成に入れたであろうサポートカード絵からの立体化。この絵はよく見た。初期からつい最近まで一線級でしたからね。ことぶき屋は今のところサポカの絵柄から立体化。どのキャラも最初の1枚はキャラの特徴を捉えた絵なので、フィギュアにするには最適でしょう。原案が絵になってるタマモクロスやゴールドシチューみたいなレアもありますしね。タマちゃんあの絵でフィギュアにならないかな。なんて願望はさておき、箱は大きめ。箱がでかい理由は台座のせいだよ。元絵とのゆかりもないこの台座。個人的にはいいとこを見出せないですね。ダイヤちゃんとの直接対決は長距離だけなんだから。せめて、色は白にしろ。なんて冗談はさておき、締め縄は柔らかい材質。小さな飾りも柔らかいので、引っ掛けて壊すことはなさそう。柔らかな手応え。尻尾は、走ってるだけあって、まっすぐな形。緩急のない、黒々とした塗装がいい感じ。しっかり入った造形が醸す光の加減で表情変わって飽きません。これは足の指示棒。足の形状に沿っててしっかり支えられます。大きめですが指示性能はピカイチ。ブリスターの環号は硬すぎず外れたりもしてない、ちょうどいい感じ。でかい台座は美味しそうな風合い。こんがり焼けてます。この台座上だけ外れればいいなぁと思ってましたが、そんな仕様変更はないですね。フィギュアとの接続は差し込み式っぽいので、板に穴開けて自作しようか画策中。では最後に本体を。キタちゃんの勝負服は中のスカートより羽織の方が長いですね。東海帝王と同じくショートパンツ勢なので、スカートがなくても成立するデザイン。ショーパンにも赤いラインが入っていて、勝負服の一部感ありますね。気になるのは、台座に刺すクリアパーツ。足からは外れないので、台座自作するなら、台座側に穴開ける必要がありそうです。では組んでいきましょう。と、その前に時系列前後しますが、特典顔の開封を。入れ物はいつものですね。シール側に口があるので、シールを剥がして。見切れてるのでカットです。厳重なパッケを剥がしたら、特典のハーハーハー、中尾パーツのお目見え。写真で見たときは、正直なところいまいちでしたが、実物は実に良い。では時を戻して、組んでいきましょう。足裏の接合クリアパーツは、結構な厚みがありますね。指示棒なしでも立つように電気プラグみたいな構造になってますが、結構な前荷重なので過信はせずに棒を使った方が安心です。少し揺らした程度じゃ全く動じませんけどね。指示棒は台座の R に合うように。お次は締め縄を。今回は説明書の番号通りに組みましたが、締め縄の先に尻尾つけた方がやりやすかったかもって思いましたね。どちらにせよ、特に苦労することなく組み立てできましたけどね。ただ、締め縄で差し込み口が見づらくなるので、置いたまま組むのは難しくなっちゃいましたけど、差し込みクリアランス自体は、どちらもちょうど良い塩梅。という感じで、完成だよ、北さんブラック。今ついてるのが標準顔。ちょっと特典顔もつけてみましょう。前髪は下の方を軽く揺らすと簡単に外れますね。どちらも口を大きく開けてるのは珍しい。付け直しも極めてスムーズ。な感じで特典顔の北さんブラック完成です。いやー、この顔いいですね。
宣材写真、正面だけなのだいぶ損してると思いますね。ではまず、この特典顔から詳しく見ていきましょう。ウマ娘は元が 3D モデルだからか。フィギュアになってもイメージ通りに出てくることばかりですね。この北さんブラックもアプリウマ娘の雰囲気通り。ゆえに、ファンアイテムとして申し分ない仕上がりでしょう。この北さんは、同名のサポートカードをモデルにした立体化。さすがに、背景の競馬場は再現してませんが、北さんの姿は、サポカエを忠実に再現してて良いですね。顔についているのは、ことぶき屋ショップ限定の表情替えパーツ。この顔を最初に見たときは、送料無料で値引きもある通常版でいいかなと思ったりしましたね。顔パーツだし、一応持っとくかとついてるの買いましたが、ついてるの買っといてよかったですね。この顔の潜在写真は正面一枚でしたが、角度ついてる姿がより好きですね。上から見ても下から見てもいいですね。アプリ版のラストスパートで顔が良い感じ。アニメだとはーってもっと険しい顔ですが、個人的にはアプリ版の方が好きなのでこの顔はありですね。実物見るまでは標準顔一択だと思ってましたが、この顔は頻繁に付け替えることになりそうです。期待してなかっただけに嬉しいサプライズでしたね。しかし買う際の参考画像はもうちょい欲しいですね。ちょっとでも横向いてたら悩むことなかったですからね。こういう顔はフィギュアだとなかなかないですが、走ってるだけにこういう顔もいいもんです。相方のダイヤちゃんもこの系統の顔ですからね。並べるのがガチェン楽しみになってきました。さて、ここからは標準顔に変えて撮っていきましょう。こちらはサポートカードのお顔。シチュエーション的にはレース後の返し馬かなって表情。走る姿も抜いてる様子ですから、この顔でも違和感ないですね。こっちの顔もアプリ準拠で違和感なく可愛らしい。懐っこい北さんらしい表情でほっこりしますね。角度も選ばないので、どっから見ても変なところなし。口を大きく開けてても違和感なく可愛らしいのがグッド。サラサラなびく髪も好きなポイント。髪は黒々としてほんのりツヤあり、毛先に向かってふわりと広がってるのがエアリーで走ってる感ありますね。ふんわり広がった造形とほんのりツヤ味の反射で、真っ黒でも単調に見えない良い髪。造形的谷の深さも光の加減に良い影響を与えてます。前髪の流星もガタついてないし、塗装の精度は高め。数年前はこういう床型型で黒なんかザラザラなのが当たり前だっただけに、ことぶき屋の量産品質も上がってるんだなぁと感じますね。塗り分けは問題ないし、勝負服の柄はプリントにして破綻なし。袖のプリントなんか継ぎ目も見えないので、これどうやって作ってるんだろうと首かしげますね。この野も雑なところない。髪飾りの金十字とかちょっと前ならはみ出しててもおかしくなかった部分ですが、全部丁寧に塗られてます。グラデーションはとても控えめ。目立つのは締め縄や髪の天使の輪くらいですが、他のところは気づかないくらいのグラデ処理で、色が変わってても光の加減かな目の錯覚かなと思う塗り。それは肌も同様で、目立つのは頬くらい。この辺のすっきりさは 3D モデル意識してでしょうかね。私的にフィギュアはグラデかけるならかける、
書けないなら書けないで、全体が統一されてたら、OK なので。グラでないから物足りないとかは、全然感じないですね。この北さんは、塗り分けシャープ、印刷もピシッとして、塗装も荒くないと。量産品質良好なので、控えめグラででも、清潔感がある仕上がりに見えます。気になるところとしては、胸の谷間が実に控えめ。もっと強調しても怒られないと思いますけど、怒られてこれかもしれないので、あんま言えない部分ではありますね。あとは、帝王から何一つ改善してない台座。でかい高い理由もない。そのおかげで箱まででかく。別にトロフィー欲しいわけでもないですからね。ぶっちゃけ。北さん本体がこの出来なら、台座はプリングルスの蓋でも十分ですからね。コルにしても、普通に芝敷きでいいと思いますけどね。量産品質は改善を実感してるんで、台座も柔軟に改善をお願いしたいものです。マンハッタンカフェどうなるか期待しときます。ではでは、ここまで、ことぶきや迫る熱に押されて、北さんブラックを見てきましたが、実在は由来の勝負服が、やっぱりいいですね。北さんは込み入ったデザインしてますが、変なところなく再現されてますし、北さん本体で、不満点は欠片もない良いフィギュアでしょ。それに替え表情パーツもいいですしね。期待してなかっただけに、付け替えた時は、お、と目を見張りましたね。この動画を編集している時点では、まだ特典付きが、ことぶきやショップで買えるので、この北さん買うなら、特典付きがおすすめですね。宣材写真は、真正面でいまいちかなと思いましたけど、髪の造形も相まって、斜めから見るのがお気に入りですね。この北さんと同じく走るサポカエというと、思い出すのは成田トップロードなんですが、トプロは、マックスファクトリーが出すようなので、走るフィギュア族は、アグネスタキオンまでお預けですかね。走りはしませんが、マンハッタンカフェの勝負服サポカエもかっこいいので、どんな原型が出てくるか楽しみです。この動画作っててふと思ったのは、フィギュアの銘にもなってる、迫る熱に押されての文字。絵に描かれてるのは、ダイヤちゃんのみですが、シュバルムランやサトノクラウン、ドゥラメンテ。アニメ3期は、いまいち微妙な評価をよく聞きますが、よく言われるのは、強すぎた北さんが主役だからとか。私としては、強い北さんより、迫る熱の描写不足が、いまいち乗れなかった要因なので、迫る熱に押されまくるアニメ3期が良かったな、なんて思いましたね。凱旋門から帰ってきたダイヤちゃんが、涙目でレース見てて、来週どうなんだと思ったら、次の週の冒頭で、にこやかにお話ししてて、は?って、肩透かし食らったりね。3期はそんなん多かったですからね。役者自体は揃ってたのに、キャラ掘り下げてればなーってのが、3期の印象ですね。クラちゃんもシュバルもビブロスも、アニメ後にアプリシナリを見ましたが、こういう子だったんかって思うこと多数でしたからね。みんな、もう少し絡んで欲しかったなーってところで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また覗いてくれたら嬉しいです。